で、今日はですね、一応昼過ぎにですね、まあ商談をしてですね、で、そこからまあアマン東京にですね、午後からまあ行く予定なんですけども、2日でですね、まあ動画をめちゃめちゃ撮影してですね、まあ美味しいもの食べてっていう形で、まあどういう感じでね、過ごしているのかっていうのは少しでもね、Vlog で伝わったら嬉しいなと思いますので、ぜひね、見ていってください。はい、ということでね、まあこれからタクシーにですね、乗りに、ということで、まあ、移動はね基本僕タクシー多いんですけども、まあ、この時間中に LINE 返したりとかメール返したりとかチャットワーク返したりとかっていう感じで、まあ、有意義に使ってますね。やっぱり移動時間返信作業は隙間時間にまあ終わらすっていうのはね、まあ、結構時間を短縮するためには結構重要かなと思っております。で、まあ、早速いきなりですけどもね、まあ、アマン東京着きました。これ最上階のですね、39階かなの、スイートですね、はい、という形で、まあ、この時はね、まあ、2泊なんですけど、まあ、3日3泊でだいたい50万ぐらい、する、部屋なんですけども、まあ、結構好きでですね、まあ、今年も多分3、4回くらい泊まってるんですけど、まあ、お風呂がめちゃめちゃ綺麗なんですね。これお風呂です。はい。で、一応ね、もうワンフロア向こう側にあって、これがまあスイートをね、予約すると、もう一個の部屋が開くっていう、こちらのリビングルームがありまして、まあ、こちらで結構仕事したり、YouTube ライブしたり、あと動画をね、まあ、撮ったりとか、まあ、この時もね、だいたい2日間で10本くらい動画ね、まとめて撮りましたね。はい。ということで、もう早速1日終わって、次の日の朝ですね、2泊目、まあ、朝ね、起きてこうやってね、立ち上がって、まあ、外のね、景色をまあ見るわけですけども、まあ、めちゃめちゃ景色がいいっていうね。で、このテーブルのところにですね、まあ、最初はブドウとかですね、まあ、結構果物とかフルーツも頼めるんで、それを置きながらね、それ食べながら朝仕事したりとかして、まあ、ミーティングをですね、まあ、終えて、で、プールですね、まあ、これでちょうど午前11時ぐらいですかね、まあ、アマン東京のプールすごい、まあ、綺麗で、まあ、コンラットとかもね、結構綺麗なんですけど、僕はやっぱアマンのプール一番好きで、この時は誰もいなかったんで、ほぼ貸し切り状態ですね。まあ、ちなみにプールでも動画一本撮っちゃいましたということで、はい。まあ、景色がめちゃめちゃ綺麗ですね。まあ、ちなみに僕、昔水泳やってたんですけども、5歳ぐらいの時にね、まあ、4種目全部、タイム内で泳ぎ切るみたいなぐらい、まあ、水泳結構泳ぐの好きなので、こういう感じでですね、はい。まあ、プールの中でもね、結構、まあ、ちょっと初めての Vlog なのでね、一応動画をこういう感じで回してね、撮ったりしております。まあ、一応貸し切りなんでね、誰にも迷惑はかけてないかなと、はい、いう感じで、まあ、すごい広々としてね、清潔感のあるね、プールでいい感じでした。はい、ということで、まあ、ちょっと休憩ですね、泳ぎ疲れて、ちょっとまあ LINE とチャットワーク返信して、まあ、基本的に僕も会社ね、今、7社ぐらい、6社か7社やってるんですけども、まあ、こういう移動時間中に結構経営の仕事したりとか、まあ、あと電話スタッフとしたりとか、まあ、経営戦略考えたりとか、マーケティングのね、それ考えながらっていうのは、まあ、あと泳ぎながらのね、仕事のこともずっと考えてると、はい、いう形でね、まあ、ここのアングル結構いいですよね、我ながらね。で、まあ、お昼会食ですね、まあ、商談で、まあ、これ3人でね、これ東京駅のね、ある野菜ヘルシーなですね、まあ、中華なんですけども、まあ、すごいですね、美味しくて、でしかもですね、動物性の油を一切使っていないというね、というですね。で、まあ、商談終わって帰ってきて、ちょっと仕事しても夜ですね、まあ、夜景がめちゃめちゃ綺麗で、まあ、これアマン東京のエントランスなんですけども、まあ、すごいね、広々としていて、まあ、夜なんでね、まあ、閑散としてますけども、まあ、すごい落ち着く、まあ、和の雰囲気がすごい好きなんですよね、アマン東京って。で、なんかすごい部屋の中にもちょっと障子みたいな扉があったりとかして、はい、っていうところでね、まあ、こんな感じで、まあ、この日は、終わりかなと。で、ぐっすり寝ますという感じですね。はい、で、次の日朝起きて、まあ、ちょっとまた泳いだんですけど、で、昼過ぎこちらね、東京のですね、日本橋かなにある、吉星っていうですね、和食料理屋さんでですね、まあ、これ、まあ、会食ですね。まあ、ここで、まあ、共代表のね、まあ、山さんと結構仕事の話したりとかしてるんですけども、はい、ここがですね、結構、アユとですね、まあ、ハモがめちゃめちゃ美味しいですね、料亭でして、まあ、結構ですね、好きでしたね。まあ、僕の好きな、味。まあ、僕あんま日本食食べないんですけど、ここは結構好きで、まあ、これハモですよね。まあ、僕にとってはもう一番ハモメインで来たようなもんなので、まあ、メインディッシュと。いただきます。はい。ということで、まあ、来たのがですね、あ、これアユですね。アユの塩焼きにね、かじりつきます。これね、結構ね、見た目以上にめちゃめちゃ大きいんですよね。で、身もすごい詰まっていて、焼き加減もすごい良くてですね、香ばしくて、めちゃめちゃこのアユ美味しかったですね。はい。まあ、いつかね、キャンプ場でもね、魚を釣って、なんか焼いて食べたいなっていうのはあるんですけども、やっぱね、吉星のアユはめちゃめちゃ美味しかったですね。身がしっかり乗って油が、はい、という形でもぐもぐ食べておりますということですね。はい、まあ、自分で自分を実況するってちょっと不気味ですけどもちょっと新鮮な感じですけどね。はい、ということで、はい、食べてますね。はい、ということで、まあ、ご飯終わりまして、はい、でも、ここが帰りですね、まあ、2泊3日でですね、まあ、いわゆる動画撮影合宿と、あとビジネスで、まあ、ちょっとね、共代表と一緒に仕事話もしながらっていうホテルステイだったんですけど、まあ、ホテルステイルーティーンはまあこんな感じですかね、毎回で、これはまあ東京で、まあ、早速今からタクシー乗って家に帰りますっていう感じなんですけど、まあ、帰りはね、タクシーはまあアイスコーヒー飲みながら、そーっとね、外
外の風景をね眺めながらという感じでね、はい、というのがまあ Vlog でした。まあ、ちょっとでもね楽しんで見ていただきたいという方はね、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。